顔見つからドラマジャクション合わない本座一顔バトバチ遠く浮かび上がる歯もない歯もないせる結末を描く1ページ普通な感情実践し目と目が合うとも割り出すメイクオーラン今日の前にカゴめり込んだままの状態キッザスタイル運命の歯車も回る意味ないこの時この街この気持ちが生まれる新しい驚きが追う毎日を迎えに来るリズムの旅に立たれるシャイン
Yeah!
you
Thank you.
I'm gonna make it.
場所に行っても3人のそれぞれの笑顔を忘れずに自分の信じた道を歩んでいってほしいなと思っています。そしてまた会える日を楽しみにしているので、ぜひこれでお別れじゃなくてまた飲んだり、しましょう。そしてはるかちゃん、えりかちゃんは2人で今後スペシアとしてまた活動して東京に上京してくるということで、私も東京に出てきたばっかりの頃はすごく不安で本当に怖い街だなと思っていたんですけど、なかなか慣れるのに時間かかるかもしれないですけど、2人のガッツがあれば絶対大丈夫だと思うので、なんとかなる精神でぜひあまり悩みすぎずに楽しみながらこれからも活動を続けていてください。頼りなお姉さんかもしれないんですけど、いつも陰ながら見守っています。また飲みましょう。はい、でした。では皆さん、こんばんは。今回、新宿の隣さんが卒業ということで、まずはお疲れ様でした。そして、はるかさんとゆりかさんは上京ということで、また今後会うと思います。よろしくお願いします。皆さんとは4年前ぐらいに大阪で一緒のライブに出たりとか、ご飯とか行ったりとかして、で、私が上京してからも東京でライブされるときは私の家に一回泊まりましたよね。楽しかったです。そして、今回もなりさんとちかさんとちひろさんが卒業されるということで、また絶対会えると信じてますので、その時はよろしくお願いします。はるかさんとゆりかさん、またお会いしましょう。以上、井上さまかでした。どうも、こんばんはです。ちかちゃん、ちひろちゃん、もなりちゃん、エスペシア卒業おめでとうございます。卒業を決めるのも大変だったと思いますが、3人ともこれからも楽しく過ごしていけることを願ってます。えりかちゃんとはるかちゃんは東京に来るということで、私も東京にいますので、スペシャルもね応援してます。ずっと、東京来たら一緒にご飯とか行きましょう。頑張ってね。こんにちは、中山真由美です。私は結成当時からスペシャル知ってるので、その報告を聞いて、ちょっと悲しくなりました。でも、まあ、それぞれ苦渋の決断だったと思うんです。やめる方も残る方もなんですけど、これからは、自分の決意を信じて前を向いて頑張っててほしいなと思います。これからのスペシャルも私は応援します。頑張ってね。こんばんは、藤原です。おはようございます。スペシャルとみせさんと近く卒業本当なのかな。おめでとうございます。ありがとうございます。これからね、新しい道にみんなで向かっていくわけなんですけどね、えりかちゃんとはるか町は上京するということで、また機会があったらぜひ共演してください。ぜひ。で、近くのもなりちゃん、みせさんも
幸せを祈っておりますので、はい、新しい旅立ちに僕たちもね、こういうふうにコメントできて嬉しいです。またどこかでお会いしましょう。そして新生スペシャル絶対共演しようぜ。オリガルでした。はい、エスペシャルご覧の皆さん、こんにちは。サワーです。エスペシャルはみんな久しぶり。エスペシャルは私にとって本当に原点とも言えるアーティストさんです。エスペシャルにミッドナイトコンフュージョンという曲を書いて、私の全てが始まったんじゃないかと言っても過言じゃないぐらい、あの曲をみんなに歌ってもらえたことがとっても大きいです。エスペシャルのみんなが歌ってくれたからこそ、あの曲を広めることができたと思うし、いろんな人に届けることができたんじゃないかなって思います。エスペシャルのファンの方にも感謝をされたりすることもあって、エスペシャルの力は本当に偉大だなと思います。結構昔からエスペシャルのことを今思えば知っているというか、結構な年月が経ったと思うんですけど、どん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 ビッグになっていくエスペシャルを見て、私も頑張らなきゃなと思う反面、ライブとかで一緒になると5人揃って私のパフォーマンスを見てくれたりすることもあったりして、本当にこんな私からでも何かを吸収しようっていう力が見えて、すごい真面目なアーティストさんなんだなって思います。ちーちゃんはパフォーマンスの時の笑顔がピカイチで、本当にパフォーマンス中にしか出ないあのファッションみたいなものをすごく感じるアーティストさんだなって思って、クール系って言われてるけどすごく笑顔が好きだなって思って尊敬してます。チカブーは家畜系アイドルということで、結構前代未聞だったと思うんですけど、本当にみんなに愛されて、楽屋やステージでファン以外のもうアイドルの方にも家畜系として親しまれて、チカブーが親しみやすいからこそエスペシャルにみんな近寄っていけるっていうところもあったと思うので、すごい偉大な存在だなって思います。そしてはるかちょはいつもしっかりしてるなって思います。周りに気を配ったり、私に気を配ってくれたりして、心の優しい子なんだなってすごく思います。サワソニ野外フェスに来てくれた時も、うちのお母さんとツーショットを撮ってくれたり、コミュニケーションを取ってくれたりして、うちのお母さんもとっても喜んでました。ありがとう。そしてモナリちゃん、モナリちゃんは人見知りだけれど、人見知りなりに頑張ってみんなと話そうとしたり、うまくコミュニケーションを取ろうとしたりしているところがすごくいじらしくて可愛いです。持ち前のチャーミングな笑顔と容姿とパフォーマンスで、いつも人を笑顔にすることができる、そんな力の持ってる女の子なんじゃないかなって思って、すごく憧れてます。そしてエリカちゃん、エリカちゃんはいつ見ても笑ってるし、明るくて元気だし、きっとまあ悩みもあるんだろうけど、エスペシア自体を盛り上げることのできるムードメーカーだったんじゃないかなって思って、すごく尊敬しています。もうこの5人が大好きすぎて3人も辞めちゃうっていうことは、私にとってもファンのみんなにとっても辛いけど、でもエスペシアをやることだけが人生の全てじゃないってそうも思います。3人は3人の人生でもっともっと輝ける場所が見つけられるんだろうし、その力がある女の子たちなので、3人の人生も引き続き応援していきたいなって思います。リカちゃんとハルカちゃんは東京進出ということで、ますます新しいエスペシアになっていって、サオとの距離ももしかしたら近づくんじゃないかなって期待してます。東京に来たらご飯も一緒に食べて、もっともっと仲良くしたいなって思います。今日でエスペシアをやめてしまう3人もいるけれど、本当にたくさんの感動を心からありがとうございます。そしてエスペシアはすごい素敵なファンを持ったんだなっていつも思ってます。素敵なファンの皆さんの力があったからこそ輝けるエスペシアだったんじゃないかなって思います。ファンの皆さんの力もすごく偉大だったと思います。私が言うのもなんだけど、エスペシアのファンの皆さん、エスペシアを応援してくれてありがとうございます。でもこれからもエスペシアはどん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 前に向かって進んでいくと思うので、エスペシアをやめてしまう3人の人生も含めて、エスペシアを、応援していきたいなと思うので、ファンの皆さんも一緒に
応援よろしくお願いします。以上、澤でした。またお会いしましょう。皆さん、お疲れ様です。せーの、リーガースクールです。しのちゃん、きのちゃん、ひなりちゃんが卒業されるということで、リーガースクールからもコメントをお届けしたいと思います。はい、スペシャルの皆さんとはスーマーライブだったり、あとはギリギリペシャルだったりと思い出がたくさんあるので、3人が卒業されるのはもうすごく寂しいですけれども、ちかちゃんとちひろちゃんとモナリちゃんの新たな道での成功を心から願ってます。そしてこれから東京の拠点として活動するということで、これからもっと一緒になる機会が多くなるんじゃないかなと思うんですけども、はるかちゃん、えりかちゃん、よろしくお願いします。お願いします。改めてちひろちゃん、ちかちゃん、モナリちゃん、お疲れ様でした。以上、リリカルスクールでした。ライブ楽しんでくださいね。バイバーイ。レジテーションの皆さん、今回は、ちかぶ、隣、卒業ということで、今まで本当にお疲れ様でした。で、はるかちゃんとえりか、上京ということで、本当に頑張ってください。私もなんか、まあ、デビューして、まあ、5年目なんですけど、本当に活動してたこの期間、でスペシャルすごいいっぱい活動させてもらって、一緒に共に頑張ってきた仲間やし、大阪で活動できたのもスペシャルがいてくれたおかげやし、これからもなんかスペシャル東京、なんか春風の2人行ってもまた仲良くしてほしいし、近くついもなりはプライベートで大阪で一緒に遊んでください。絶対これからも皆さんよろしくね。じゃあね、ありがとう、バイバーイ。エスペシャちゃん、ミニコナオです。メグです。カエデです。みんな元気聞いておられた、うん、この前の福岡ではありがとう、ミニコちゃんもね、再結成できたし、うん、この後打ち上げもみんなで、いろんなお話ができてとっても楽しかったです、はい、ありがとう。はい、今回あのエスペシャちゃんを卒業するちかちゃん、モナリちゃん、ちーちゃん、そしてエスペシャちゃんに残るエリカちゃんとはるちゃん入ったんですけど、はい、みんなといろんな思い出がありますね。たくさんありますね。やっぱりこうなんかいつも会った時に思ったんですけど、家族みたいな感じで、すごい広いのに温かい感じで、こう話しかけてくれたりとか、すごい人見知りだったけど話しかけてくれたのすごく嬉しかったし、もっともっとこう嬉しいなっていけたらいいよかったなと思ったけど、でも最後の効果で8位で歌えたのもすごい嬉しかったので、さらに元気でいけました。はい、はい、じゃあ、みんなからの連絡先をあっ結構できたので、私まだできてないんですよ。あれ、そうなの。この間エリカちゃんとちーちゃんと、あの席が近かったんだけど、わーって喋ってたら結局連絡先交換して、あーそうだったんだ。じゃあここでしましょう。自分くらいを募集して8人でネギペッションに連絡しましょう。いいんだけど、はい、せっかく連絡先みんなが回ったので、これからも連絡をもう勝手に送って取ったり見つけるんで、これからもずっと友達です。はい、はい、ずっと友達で、はい、みんなで、モナリちゃんが、はい、50年後ネギペシア再結成しようって言ったんで、私は77歳になるんですけど、長生きするからみんなも長生きして、あの皆さんも長生きして、そしてね、あのおばあちゃんでもね、おばあちゃんになっても長生きして、うん、温泉旅行行きましょう。じゃあまた服やって、また行こう。おしゃれはラーメンで、ね、以上ネギコでした。バイバイ、またね。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。ファンの皆様より、花束が用意していただいているということなので、すみません、よろしくお願いいたします。
せーぞように皆さん届けてほしいのとあとまたエスペシャルのライブに遊びに行きたいなと思っているので、まあ、いつ行くかはどこに行くかは言わないですけど、まあ、会った人はぜひまた声かけてもらえたら嬉しいです、はい、これでいいかなはい、モナリモナリありがとうございます。何回も言ってるんですけど、なんか結成した時は多分この1列目ぐらいの人で、でほとんどが自分の友達かお母さんとかしかいなかったんですけど、今日、まあ、卒業って形で満員にできました、ね。卒業でということで満員なんですけど、ここを、まあ、お家を埋めれることができたのですごく、満足です。幸せです。ありがとうございます。はい、ね、先ほども言いましたが皆さん忙しいお時間作っていただきありがとうございます。スペシャルやってる時から、スペシャルのこの5人含め私もそうだけどすごい愛されてるなって思ってましたが、最後の最後まで愛されてるなって実感できました。なんなら、なんやろ、みんなのことファンというか結構友達ぐらいって思ってて、みんなとこれからもずっとおもれいたいなと思ってます。
エスペシャーの現場やどっかの仲良いかわいいアイドルちゃんの現場とかでお会いできたらいいなと思います。道端で見つけて歌で見つけても声かけるんで絶対忘れないでください。今日は本当にありがとうございました。はるかいいかも、なんかいいかしゃべろうよ。あ、しゃべった全然。じゃあ、この5人とはエスペシアで2014年の10月4日の全国ツアーから5人になったので、すごい一番濃い時間を過ごしたのがこの5人で、もうエスペシアといえばこの5人って私の中で思ってるし、多分皆さんの中で思ってる方も多いと思うんですけど、なのですごい終わってしまうのは寂しいんですけど、それぞれの人生を応援してこれからも大丈夫かな、これからも皆さんの幸せを祈っています。ありがとう。以外にもたくさんコメントを送りたいと言っていただいた方もいらっしゃったんですけども、すいません、ちょっとまた違い忙しすぎて、もらえた方々だけもらいました。たくさんの方々に支えられてここまで5人でやってこれましたので、コメントいただいた皆様に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。忘れた言葉を涙に
Bye.
Special!
それでは聴いてください。やめて、やめないで、やめないで、やめないで。Thank you.
以上で、本日のご一緒終了となります。この後はすぐ